チャドで紹介中のアイルランド陸軍レンジャー軍。紹介は軍事戦術の一つである。敵の侵入や襲撃に備えて周辺あるいは特定の区域を警戒することを言う。日本語における紹介は特に艦船や航空機が行うことを指していう場合が多い。イラクチアン部隊との合同紹介任務を行う米軍兵士。大部隊の一部から小集団または 独立部隊が派遣され、特定の目的を達成してから帰還する。紹介戦術は、地上部隊、装甲部隊、海軍部隊、および軍用機に適用可能である。紹介の期間は、目的の性質と関与するユニットの種類に応じて、異なり、数時間程度のものから数週間に及ぶものまである。紹介にはいくつかの種類があり、それぞれ目的が異なる。最も一般的なのは、 偵察紹介を実施して、情報を収集することである。そのような紹介においては、自分たちが発見されることなく、秘密裏に敵を観察しようとすることもある。その他、特に民間人との交流を目的としたものでは、公然と行うものもある。戦闘紹介は、特定の敵を襲撃、または待ち伏せするのに、十分な規模とにソースを備えた集団によって行われる。 それは主に占領を目的としたものではないという点において攻撃とは異なる。那覇市内で残敵の捜索を行う第6海兵士団の米軍兵士策的紹介は新たに占領された防衛陣地の周辺を簡潔に巡回しその周辺の安全を確保する。策的紹介は多くの場合地点の占領時や昼夜交代の際に行われる。定点紹介 立省は、性的紹介であり、米国及び、NATO 用語でいうところの OP、LP、すなわち監視所、調音省にあたるといえる。立省は、通常、早期警報、警備や資格などの知性を監視することを目的とした、小規模で性的な紹介である。偵察紹介は、情報の収集を主な任務とする、通常は小規模な紹介である。偵察紹介が、 情報を求めて戦う例がないわけではないが、一般的に言えば、偵察紹介は敵との接触を避ける傾向がある。前哨は多数の紹介を組み合わせて広い領域をスクリーニングする。このタイプの紹介は砂漠地帯の装甲隊や都市部で活動する地上部隊によって行われる。前哨は通常多数の固定監視所によって構成される。ありがとうございます。